ご利用ください。携帯電話は窓口
線の糸魚川に到着です。小出口は右側です。本日は、えちごときめき鉄道をご利用いただきまして、ありがとうございました。Thank you.
鉄道日本海ひすいライン急行4号をご利用いただきましてありがとうございました。終点の直市に到着いたします。到着は1番乗り場、お出口は右側です。ここ直市は新潟県鉄道発祥の地、明治19年にここ直市と両方羽山ラインの関山の間が開業したことにより新潟の鉄道の歴史が始まりました。明治19年開業ということで我が国初めての鉄道新橋横浜間のわずか14年後に開業を始めました。全国的に見ても非常に古い鉄道の路線です。そしてこの4月には弊社が運営する直越デゴイチレールパークがオープン。圧縮空気で動く本物の SL が列車に体験乗車していただけます。本日の営業はすでに終了しておりますが、またの機会にぜひお越しください。それでは終点直越からのお乗り換えのご案内です。両方羽生ライン、さすが山、高田、上越向こう方面の普通列車、羽田行き。こちらは6番乗り場、17時38分。JR 信越線、直越の先、竹崎、柏崎、長岡の順に止まります。特急白雪、奈良港、新潟行き。こちらは到着ホーム反対側2番乗り場17時38分北陸急行北北線高架の地方で普通列車えちご湯沢行きで、こちらは5番乗り場18時3分です。お乗り換え列車ご利用のお客様、お乗り遅れ、お乗り間違いにご注意ください。さらに今年ものお忘れ物ございませんよう、今一度のお願いいたします。この列車は直江津駅到着後、最上列車となり、車も引き上げます。続けてのご乗車はできませんので、ご注意ください。また直江津駅到着後、取っていたしましたら、行き先の変更をお願いします。富山、高岡、金沢、福井、敦賀、前原など、この列車がかつて駆け抜けた駅名が現れます。よろしければぜひご覧になってお帰りください。終点の直越に到着をいたします。お出口は右側です。皆様のまたのお越しをここよりお待ちしております。